さあ今回はスーパーハイパー 3D タワーディフェンスゲームの鉄拳版最終マップバイパス。2方向から敵が来て、それをどうやってねルートを作っていくか。こっち側に、別のルートがあるので、壁をここの3つに置けばこっちか、まだここの3つに置けば強制こっち全部。ここに3つ置いた場合はこっちがどっちに行くかのわかんないかな。近い方からってなると思うんで。で、どう誘導できるか分かってないと。行ってみよう。ここ工夫がね、一番できそうです。で、2箇所あるのか、入り口が。さあ、あまり意味のなさそうなストーリーですね。なんか小ネタ入ってそうだね、映画とかの。さあ、どう守ろうか。タレットね。全然浮かばないな。で、こういうの潰して、道開けるんですけど、捨ておいて取り除くことができますよと。ターゲットしないといけないんでね。打たないといけないんですけど、始めないといけないんですよね。ってなると、とりあえずまあ壁置いてみるか。あ、でもそっか、これ残しとけばいいや。ここに壁があれば、あれ右に行っちゃうね。そうなのねと。これさ、もう、あ、でもこれ塞いじゃダメなんだね。あ、ここにゴミが溜まってら。なるほど。じゃあ最初は、こっち持ってくしかないのか。途中から血持ってくってしんどくないちょっと。なるほど。ちょっと一旦売りますか。まだ、プラマイないですから。どうしようかな。一色たにして、範囲系のタレットがあればいいんですけど、なくて、まとまっちゃう方が一気にワープとか傷んで押し込められる気はするんだよね。1目目結構難しいな。ゴミが結構あるからね。ゆくゆくはこっちと考えつつ構築していくのか。こっちの方がいいかな。いや、とりあえず最初はこっち行かせてから右に行かせよう。できるはず。ここまで、ああ、でもそうか、ゴミが邪魔すぎる。何もできない。こっち行ってもらって、左とかのルート。で、もともと左来るんだよね。どうしたもんかな。とりあえず始めようか、もう適当に。わかんないけど適当にやりましょう。作戦なんとかなるでいきます。ゴミが結構邪魔してんね。これタレット余分にいるな。まとめちゃうか。押し込められた方がマシかもしれない。で、これ打ってはくれるけど、一旦降りまして。ちょっとは時間稼ごうよと。で、こっち側をある程度減らせるという期待。で、こっち側に関しては、どういうこともできんか。ここ空いてればできるけど。じゃあちょっと、売るか。まあ、大した変化ではないですかね。ちょっと曲がり角が増えたくらいで。まあ壁ある方がやっぱ上打てるか。上からね、スプラッターガンとかで、足元打てないスプラッターガンにはあんまり意味が。ここ何の価値もないな。壁だけか。いや、これさ、絶対こっちから抜けられちゃう。どう見ても少ないもんね、今明らかに。できる限り敵を1ルートにしたいけど、ここだとあんまり打てんか。まあまあ、手を置いていくか。これ始めんのマジか。で、ゴミをあっち取り除いとこうかな。変わっちゃうかな。変わっちゃわないよね。ここを潰すためのタレットを置いた方がいいですかね。いける、まあ、一旦いっちゃいきましょう。ちょっと潰す。これ破壊すると、これ種、このベビーが生まれてくるんで、ここ1個だけ残す感じかな。あれ、壁があればいいか。これで大丈夫だね。で、こっちは来れないから、回ってきてくれるはずと。急げ急げ。このから敵出てくるとしても、多分まあこっちには来ないと思う。まあ来たところで壁があるからなんとかなるかなという期待。よし、ほら、来た来た。まあまあまあ、ちょっと敵増えちゃうけど、全然。ちょ、もうリスキルしてくれ。なんともならんか。戻れ戻れ。こいつの配置重要だね。前回も。この子がいなかったが上にやられてた感じがするから、いれば全然。多くの敵を撃つことができるタレットはどんどん強化していく。これ攻撃してるみたいになってるけど、今。これは違う、今ね、安全になりましたというところで。じゃこれも破壊したいな。75000。これ破壊するための、タレットを置いたりすればいけるかもしれないね。で、これブースタータイル。ここに置くとダメージ、射程とかが上がるよと。はいはいはい。お、すごいすごい。めっちゃすごいこれ。助かる。こっちのルート強いからね。はい、じゃあラッシュ。あ、ちょっと多いな。ちょっと厳しいでしょうか。まあ大丈夫ですね。この辺ちょっと潰しときたいな。あんま影響がないうちに潰しておきましょう。で、ルート化してるやつはそれはそれでいいかな。一応これでこっちのルートできたから、分散はできるんだけど、どうだこう、こっちから入ってもらって、こっちから抜けるみたいなイメージをしたいので、つまりここは破壊したいと。ちょっとリスキーよ。こっちを壁置くか。よし。オッケーオッケー。リスキーではなくなったね。冴えてます。ここに置きたいな。ダッシュはまあしなくていいでしょ。潰して、はい、オッケー。で、ここも邪魔してるね。ここがなければルートはできると。よし。守備は危ないかもしれないですが、次のアモジック来るから動けない。ちょっとここから動けない。さあ、ナノフィクサー新技。周囲の建造物を修復、復元。はいはいはい。あんま攻撃されないけどね。タレットのタワーが。そんなシーンなかなか見ないですけど。オッケー、これ潰そう。なんかやばいな。やばそうじゃないこれ。よし、クレジット残してるんで、どっかで大幅改革できるんじゃないかな。射程広げるか、この辺は。より早く打てるように。よし、潰したね。あんま撃てんかな。まあ撃てるっちゃうと射程を広げよう。さあこれ次やるべきは、新たなルートの創出していきましょう。つまり壁がここら辺にあればいいんだよね。ここでまあ今こっちに一本化したわけですけど、ここでこっちだ、これを一旦売ればいいと。まずでここに置いた場合、まあ置けないですけど、まあ、こう打ってこう閉めれば、あれ、あー、なんか、あ、そう、なんだこれ。なんか邪魔してるぞ、今。クリープエッグあるんですけど、そこに。あ、こう壁から、ちょっと待って、壁からクリープエッグが。嫌な現象起きてるんだけど。潰したのちか。あー、ワープ来てんな。頑張ってくれ。絶対攻撃されるじゃん。近いよだいぶ。いやこっち来たいけど、よしで壁置けばで、ちょっと一旦チェック。ここに壁置いた場合そうなるね。壁はここに並べた後でのことでめちゃくちゃ遠回りさせることができると。よしめっちゃ出てる。ああ、あれか、敵か普通。よしいい感じよ。これ潰すか。ここに壁を置いておきたい。これあっちにいる敵を撃つことができる。いや今回なんか途中からうまくいきましたね。最初諦めてましたけど、なるようになればいいかなと。グラス置いとくか。ラッシュー。戻れ戻れ。これ打ち続けます。時間が解決してくれるかなと。結構強いね、スプラッターが。これちょっと見えないとこもあるでしょうけど、しっかりと打てていくというところでアーティラリー動けない。ああ邪魔、ゴミがある。ここにゴミが。これがなければ時間12分あるけど、何ウェーブなのこれ。25だよね。アーティラリーはいいかな。ここかちょっと悩んだけど、ちょっと追いながら。あでも結構多いかな。ジノサイドしちゃうか。はいジノサイド。壁でこうですかね。壁、ああ、これは壁じゃなくていいか。ブラスターとかにして。こはダメージですかね、とにかく。ナイス。敵を潰していくよと。あ、いったか、いったかな。ルートのおかげで助かってるか。うん、うっとうしいね。ここ使えるかな。さあ前線守りに行きましょう。なかなかいいブラスター場所ないからね。ここが起きた。いい場所まだあるよ。こういったまあ結構打てるか。あんま邪魔じゃないんだね。多少通るけど、で、この破壊した方がいいやつはあと3万ですね。全然全然。で 10% 超えてきてますと。しっかりと処理して、このワープポーター硬いよね。あの感じなら軽くあってほしいけど、ここもっと大きいんだ実は。ここどっか置くか。いやルート的にここ面白い。さあちょいラッシュ。残り1万3000円いけるね。破壊できますよ。でこれ構造物50までなんでマックスでも半値にしかならないんだね。こっち見とくか。あとちょいあとちょい。謎めいた略奪対象、なぜやるのかわからない。敵が出るわけじゃないよね多分。そういうような文言はなし。1500クレジット、プレイヤースプリット。あ、敵出んじゃん。おいおいおい、待って待って、勘弁してよ。そんなん聞いてないよさあちょっと聞いてないよ。守りをちょっと見とくか。よし、ナイス。まあここはね悪くないだろうと。だいぶいっちゃってもいいかな。じゃんじゃん強化しよう。さすがに抜けていくか。残り、で25ウェーブまでで残り6分いけるでしょう、さすがに。もうパーセントはあんまマイナス気にしなくていいから増やしちゃうか。通らせませんよと。これ邪魔だな、ずっと。ラッシュ。まあ打てるね。あ、いいとこあるじゃん。まあ大丈夫だろう。大丈夫ですね。こっちあって面白いかな。よし。さあ、5分全然いけそうだね。あと22232425ウェーブで4ウェーブ、進行中なら3ウェーブみたいなもんでしょう。で、敵倒すに関してはまあいけるはずで、無理ならもう現状で無理だと思うんで、何が足んない。パワー足りてます。ナイス。グラウンドパウンダーロック。一定間隔で巨大な重りを地面に打ちつける衝撃波。ああ、なるほどね。壁と相性がいいのか。ここかな、じゃあ。範囲攻撃初めて来た。これはまた戦略変わってくる。範囲攻撃はね、この壁の下攻撃できないのよ、こういうやつって。その壁の下を攻撃できる初めてのやつ。いや別に壁の下である必要はないか。単体で別に言われるもんね。でも壁結構来がちなんで、そこに置く感じでいけるかな。だからこことかも割と置くもんなかったからいけそうですね。ダメージ発射するってことでしょう。あ、ちょっと速くなってる。ネクストウェーブというかウェーブ加速。いや、こうなればもう余裕タワーディフェンスですよ。余裕ディフェンス。一発かましちゃいますか。ドン。あれ不発でしたね。あ、うん、不発です。使ってない、そもそも。Seriously. Make it do right.まあちょっと多いですけど、まあまあまあ終わりか。雑魚が抜けてくるのを気をつけないとね。お、なんか強いの来たよ。ちょっと処理してから行こうか。1体ではないと。あの、死んだ。あ、なんかやられてるやられてる。これか。直す。ナノフィクサー。なるほどね。破壊されちゃうんだね。終わりか。また来たな。ジェノサイドしたいけど。今はない。でももう時間あるからジェノサイドしたいな。ラスト、ああでもラストに使うか。警告。いや、ザコンやってほしいね。ジェノサイドしちゃいましょう。直すってだって破壊されてないのか。破壊されてるよね。売るではないよね。近づいたりがいいのかな。ちょっとあれもう30秒しかない。倒してよしで残りのやつを残り20秒で倒せ。20秒でこいつだ。あと15をどうだ。まだいる。オッケー、ギリギリまでやった。